こんにちは、まーです。ローマ様、あ、噛んじゃったローマ様 RS やっていきたいと思います。はい、ということで今日はですね、この今 5.5 周年のガチャが盛りだくさんで来てるんですけども、私めですね、まあ、前回出した動画とか、ツイッターでの発信とかでリプをいただいて、そのロマサガ RS は、ロマサガ3の、なんだっけ、何百年だっけ、500年なんか何年だか後の世界。あ、ロマサガ3から300年か。後の世界ということで、私、今、ロマサガ3セールになってるので、買いました。まだちょっとプレイできてないんですけども、購入いたしましたので、まあ、せっかくならね、ロマサガ3のキャラいっぱい引いちゃおうぜということで、引いていこうかなと思いますよ。はい、ということで、早速まずは無料から引いていきます。やっぱね、せっかくならね、ロマサガをね、いっぱい楽しみたいなということで、家庭用ゲーム機ではロマサガはね、初めて買いました。630円くらいだったんだけどね。あ、これもそうだよね。ロマサガ3キャラ、こう、ユリアンとか、サラ編とカタリナ編。もうコンプしちゃおっかな。でもこのさ、新しいスタイル早いよね。キハチこないだ出たんじゃなかったみたいな思っちゃうけど。まあこの主人公ね。あ、そうそうそう、シーレイとかも。いや、リアムもかっこいいんだよな。いやー、だからさ、ちょっと、石足りねえってとこなんだけど、まず私結構ユリアン推しなので、こっち行こうかなと思います。はい、ということでコンプ目指していきます。はい、スキップしてもいい？演出。はい、何？ああ、詩人ね。ちょっとね、いつもねスキップしてるんですよね。で、さっきのなんかの演出が出たら、おーみたいな感じで。はい、行きます。どんどん行くよ。いやー、これは来ないね。前、演出があんまりわかんないって話したんだけど、なんかさ、ドス、ドス、ドスって来る緑のやつは、多分いいんだよね、あの演出。あの時なんかね、ピックアップが結構来たんですよね。なので、ドスドス、名前わかんないけど、ドスドス緑は多分いいんだろうなと思ってます。あとは、この後の、このなんかひらめいたりとか、この人の演出もなんかあるのかなと思ったんだけど、もうわかんない。あ！来た、ミカエル！よし。まずは一人ゲット。はい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 。いいですよ。ニューミカエル。ちょっと一応演出見てみるか。あ、そっか、今お姉さんのひらめきなかったね。これはダメ。あ、待って、今なんか背景出たね。やばい、ごめん。あー、ユリアンだったんだ。最悪、スキップしちゃった。オッケーオッケー、でもいいよ。いい流れですよ、これは。なんかね、黒くわーってなったら SS なのは分かってる。まあ石がね結構あるんでね。やばい、何連か数えてないわ。え、こういうのって演出見た方が面白いかな、みんな的に。どう？一応見とくか。あ、ほらほらほら、これ。なんかさ、もうちょっと蹴り入れるときなかったっけ？この光とかも関係あんのかい？あんまわかんないんだよな。せっかくだから見て勉強するか。これは来なそうだね。いいやつでしょ、絶対。あ、ひらめきます。あ、一回だけか、蹴っ飛ばすの。あれ、夢か。あ、今ちょっと赤くパーンってなったのは確定？
いやでもこれは来るよ。何か来る。はいはいはい。しかし死ぬために生きているわけではない。誰？お前かい、かぶりかい。おお、またドスロス来た。おおお、これは、おお、なるほど。うわー、すげえ。これはもう確定やろ。あ、なるほどね。ちょっと演出は見るもんだね。勉強になります。はいはいはい。何？ごめんね、終わりにしてしまうわ。どなたですか？サルさん？宿命なの？女子だね、女子。喋り方が。はいはいはい、サルさん。来ました。え、サルさん一人であの爆破演出だったってこと？やば。はいはい、ちょい待ってください。あとモニカだけだ。よし。もうここまで来たらコンプですよ。え、取れてる？あ、取れてるよね。あ、これは来ないんじゃない？ちょっとスキップしようか。あっはっは、今黒いのあった。黒いのあった。あー、かぶってた。何？わかんない。え、この二人走ってくんのもなんかあんの？あ、でもひらみかわないし、蹴らないし。あ、ここのパンは赤いんだ、もともと。なるほど。まあでも演出なくてもね、来るっていうのはきっとどのゲームもあるのではなかろうか。あれ、あと何回だっけ？交換まで。あと3回だね。天井まで行けちゃうからね。一人コロコロってきたよ、今。これはどうなの？あ！ひらめいて。蹴っ飛ばした。爆発はしない。はい、パッカン、赤い。これはやっぱ赤いんだ。これはどうなんだろう。お！あ、ごめんね、サラさんね。もうごめんねといえばサラさん。オッケーオッケー。あ、誰も歩かなかったね。あ、ひらめいて、一回蹴り入れる。もう溜まったんじゃない？あー、あと1回か。ごめん。いや、結構使ってる。でも、全員天井行く羽目になるとこっていう可能性も全然あるから、これはいい方だよね。モニカだけ交換すればいい的な？はい、オッケー！交換しまーす。モニカさん、こんにちは。イエーイ。はい、ということで、サラ編コンプ！どんどん行きます。カタリナ編行きます。よいしょ。なんも来ない。でもやっぱりなんも来ないのは、来ない感じするね。あ、また来ないんだ。これ来なくて、ひらめけば来るのか。S は確定とかあるのかな。渋いね。おお、なんかキモいの走ってきました。おおお、でもバチバチなってひらめいて。おお、今のも、あ、さっきのちっちゃい版ってこと。なんか緑だったよね今。お！破壊されるためにわざわざここまで来たわけではないわ。カタリナ？イエーイ！セクシー！いいですね。やったー！弾けたー！カタリナー。いや、嬉しい、嬉しい。いや、この今通ったのはなんかしょぼそうだね。ひらめいて、はい、ドン。演出の勉強を初めてしてます。最後に人暴れするか。あ、はいはい、かっけえこいつ。
え、なんか新たなイケメン来たんだけど。ハリード、ピックアップしてるやつだよね。え、かっこいいです。え、なんかちょっとゾロ的な感じするよ。ゾロ臭する、かなり。やっぱノルマサガ3ってすごく人気みたいですね。あ、また来た来た来た。で、なんかすごいこう、だからこの原作のキャラは人気。だからやっぱユリアンとかすごい出てくんだね。いろんな装いのユリアンが。なんか納得です。私もなんか嬉しい。あ、これがこう、ロマサガのキャラでこうなんだっていうのを分かることができて嬉しいですね。え、待って、でもさ、え、さっきのサラ編みたいな展開が理想なんだよね。その最後にモニカ交換して終わりみたいな。え、ちょ、全天井はきつい、マジで。いくらいっぱいあるからって、なるべくこう、経費節約抑えてはいきたい。え、待って、全然来ない。ちょっと待って。はい、ということで、今ちょっとね、パソコンとの接続が切れちゃって、いや、またなんないかめっちゃ怖いんだけどな。ちょっと動かしてみるか。大丈夫かな。とりあえず、あとエレンとトーマスね、狙っていきます。切れないでよ。怖い。iPad とね、iPad でやってんですよね、私、ロマサが。なんかね、相性悪いんだよね。怖いよ。iPhone だったらほぼならないんだけどね。お、サラを持って遊ぶな。なんかイケメンなこと言ってる人来たよ。トーマス？ギャー来た。ギャー来たって何？よし、いい流れ、いい流れ。いい流れ、いい流れ。あとエレンだけじゃない？もうさ、エレンって聞くとさ、進撃を想像するんだよな。見たことないんだけどさ。やっぱさ、さっきみたいな、なんか、そんな、おーみたいな演出じゃなくても、来るんだね。いやー、でもなんか基本やっぱこう、なんか通らないと微妙だね。あとあの、お姉さんが、ああカタリナさんね。お姉さんがなんかひらめいて蹴り入れるときも、ほぼ格みたいなとこはあるのかな。まあ他のゲームもね、演出なくてもとかはあるので、全然。いやー、渋いね。ちょっと待って。あと4。いや、結構使ってるわ。あ、なんかあの、緑の親戚来たよ。これいいんじゃないの？バチバチしてるし。あ、でもお姉さんひらめかなかったね。どうなんだろう。いや、なんかさ、いや、二十何万とかアホみたいな石あったからさ、ちょっとうわ、マジ？ちょっとなんかこの、なくなっていく感じが切ないね。さあ、来い。ダメかー！待って、ごめん。何回も確認してごめん。あと何回？ 2 回だね。高い女、エレン。来た？あ、違うよ。めっちゃ被るカタリナ。はい、あと1回。エレンまで。あと1回。演出見ようか。ひらめいて。はい、ドーン。あー、またカタリナ。逆にすごくない？こんなにカタリナくんの。はーい、ということで、まあ引きは全然いいんですけどね。さあ、エレンさん交換して。はい、ということで、カタリナ編、そしてサラ編、コンプいたしました！はい、ということでね、石もまだ15万2913個余っております。でも結構使ったね。20何万ぐらいあったからね。10万近く使ったのかな？ 10 万前後。いやー、本当にありがとうございます。いや、あとは、このキハチとか、シーレイ、リアム、この辺引くかっていうのはちょっと、まあ、期間がまだあるのでね、ちょっと悩もうかなと思います。ぜひ皆さん、
引いた方がいいよとかあれば教えてください。はい、ということで待ってるのは育成地獄ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。今後もですね、ロマサガ RS の動画はちょこちょこ出していこうと思ってるので、よければチャンネル登録と X のフォローもよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。